んにちは、今日の、アコギリジャンボリー最後です、鳥ということなんですけどね、ちょっと涼しくなってきましたけども、皆さん楽しんでますか？シーンってちょっとやめてもらえますか？楽しんでますか？あ、いいですね。じゃあみんなで富士山って呼んでみましょう。富士山、せーの。ちょっとずれてます。せーの、富士山。あの女性とお子さんの声しか聞こえないですね。大人の男性言ってみましょうか。大人の男性だけ富士山ですよ。せーの、富士山。飲んでる人はいいですね。何でもできて野良犬。夢子と言うんです。
しさと夢一つ描いて消えてしまった夢ほど遠い海の底に君の歌が聞こえる夢ほど君が笑ったのはおとぎ話の中だった夢ほど僕らの胸に愛を残してくれた夢ほど君の
明日も一日ありますので、またよろしくお願いします。